こんにちは、レルです。今日がですね、6月7日になるんですけど、6月7日の日付が変わって深夜1時になった時にフォールガイズのね、公式の X のアカウントが新しいアップデートのお知らせをポストしまして、まあ、今日はそれについて話していこうと思います。でこんな感じで英語でバーって書いてあるんですけど、アップデートがですね、6月11日なので、次の火曜日、来週の火曜日にアップデートが行われるみたいです。で、6月18日、1週間遅れで、新しいフェンパスが変わるらしいです。で、今回は、まあ、前にもあったように、アップデートのね、次の、もうその次のアップデートの予告とかもしちゃってて、まあ、こんなことをしていきますよっていうね、画像が貼られてるんですよ。で、これも英語でバーって書いてあるんですけど、まあ、簡単にちょっと和訳してきたので、それについて解説していきたいと思います。まあ、たまにね、ちょっとね、英語の和訳をミスって、まあ、見当違いなことを言ってるかもしれないんですけど、その時はちょっとコメント欄で、そこはこうですよ、みたいな感じで教えてくれたら嬉しいです。はい。では、まず、左上に、June って書いてあるんですけど、これが、6月って意味なんで、まあ、この左のね、青い部分が6月に行われるアップデートっていう意味です。で、ゲームアップデートっていうのがあって、その下にね、白い文字で5行書いてあるんですけど、まず一番上ね、一番上が New Frame Pass。で、これはさっき言った6月18日のフェンパスのことを示しています。で、その下からはおそらく6月11日に全部来るんやと思うんですけど、まず2行目と3行目ね。For Classic Team Levels Added to Duos Squad と書いてあるんですけど、ちょっとね、読み方グダグダなんですけど、この Classic Team Levels っていうのが、昔作ったクリエイティブじゃない MT 製のラウンドで、まあ、それのチーム戦ですね。なので、まあ、例としては、パワートリップであったり、溜め込み合戦であったり、ロックンロールであったり、まあ、そこら辺の種目が4つ保管庫から戻ってきますっていうことが書かれています。チームラウンドですね。で、まあ、それがデュオとスクワットに追加されますよと。それが2行目と3行目です。で、その下ですね。スモールスペースカメラインプローブメンツって書いてあって、これね、ちょっとね、まあ、何のことかあんまりわかんないですけど、スモールスペースカメラっていうのが、何のことを指してるのか。で、インプローブメンツが、改善とか改良の意味があって、スモールスペースカメラっていうのが、まあ、おそらく、クリエイティブツールズって書いてないんで、まあ、これゲームアップデートの方なんで、多分、なんかヒットパレードとか選ばれた時に、なんかマリオカートみたいにステージを一回見渡すじゃないですか。その見渡すカメラのことを言ってるんかなって、まあ、それが改善されるっていう意味かなって思うんですけど、これちょっとね、よくわかんなかったです、ここだけ。で、一番下ですね。一番下が、レッジ・グラビング・インプローブメンツって書いてあって、まあ、インプローブメンツはさっきと一緒で改良改善の意味ですね。で、レッジっていうのをちょっと調べたんですけど、建物とか、まあ、崖とかのことを言ってて、で、グラブが掴むって意味ですね。だから、まあ、ウォールガイズの壁とか、例えば、掴むじゃないですか。あのね、よじ登りが改善されますよっていうことが書いてあって、まあ、改善っていうのがね、まあ、いろいろ意味があると思うんですけど、まあ、例えば、よじ登るのが早くなるっていうことかもしれんし、なんかたまにね、よじ登りしようと思って話しちゃう時とかあるじゃないですか。まあ、それの改善かもしれないですね。なんか手滑らすことなくなりましたよ、みたいな感じかもしれないです。そのどっちかやと思います。で、以上のことが、6月11日に来るアップデートと6月18日のフェンパスですね。で、次が、右ですね。右側が、サマー2024って書いてあって、ちょっと日本語混じっちゃってるけど、まあ、今年の夏の話で、さっきのポストに、来週から夏の終わりにかけてって書いてあるんで、まあ、6月中頃から夏の終わりは多分8月末のこと言ってないと思うけど、まあ、その間のどっかで
これらのアップデートをします。まあ、1回かもしれないし、2回に分けてするかもしれないし、まあ、とりあえず8月の終わりまでに、こんだけのアップデートを目指してますっていうことが書かれてて、で、さっきと一緒で、ゲームアップデートの方からあって、New MT Made Creative Levels ですね、1個目が。それが、MT。MT っていうのがメディアトニックっていう開発者の話ですね。開発会社の話で、MT が作るクリエイティブラウンド、新しいクリエイティブラウンドが追加されますっていうのが1行目に書かれております。それがね、ソロショーに入ってくるのか、ノックアウトに入ってくるのか、もう全部に入ってくるのか、それはちょっとまだわかんないんですけど、まあ、公式が作ったクリエイティブラウンドが入ってきますっていうことですね、きっと。で、2行目が、セレクションオフクラシックレベルズリアギット。で、これを直訳すると、クラシックレベルの選択を追加っていう意味なんですけど、まあ、クラシックレベルズ、まあ、レベルがラウンドっていうことですね。で、クラシックが、その、MT 製の昔に作ったクリエイティブじゃないラウンドのことを言ってて、まあ、それをね、選択することができるようになるみたいです。まあ、これを、がね、何を言ってるかはちょっとわかんないんですけど、もしかしたら、まあ、僕的に嬉しい話なんですけど、カスタムマッチとかで遊びたいラウンドを選択できるっていうことなんかな。まあ、ぐるぐるファイトを絶対したいってなったら、ぐるぐるファイト入れれたりとか、そういうカスタムで融通効くようになるっていうことなのか、それとも公開マッチの話をしてるかもしれないんですよね。まあ、公開マッチソロショーとかで、もうそれこそマリオカートのオンラインみたいに、なんか、投票制になって選ぶことができますみたいな、そういうことになるかもしれないですね。まあ、これはちょっとね、いろいろあると思います。どっちかわかんないです。で、その下が、ノックアウトレベルアップデート。まあ、レベルがラウンドですね。まあ、ノックアウトのラウンドがアップデートされます。まあ、これはそのままですね、ノックアウトの中身が変わりますよっていうことが、まあ、次の6月11日じゃないけど、その後のアップデートでね、変わるみたいですね。で、ニューフェンパス。まあ、これもあんま説明いらんと思うけど、新しいフェンパスが、まあ、その6月から8月の間のどっかで来ますっていうことですね。で、フェンパスの下ですね、3D ロビーバックグラウンド。まあ、ロビーのバックグラウンド、背景が 3D になるっていうことかな。ロビーの背景が 3D になる。あの、一番最初の画面かな。割と 3D やと思うんですけど、なんか 3D になるみたいです。はい。その下が、インプローブドレベルローディングタイムズ。ということで、これがラウンドの読み込み時間の改善ですね。まあ、ラウンドの読み込み時間がおそらくもっと短くなるっていうことですね。で、最後、一番下に、アディショナルクオリティオフライフインプローブメンツ。これね、直訳すると、生活の質を向上っていうことになるんですけど、ゲーム自体が快適になるっていうことかな。まあ、すっごいざっくりした説明やと思うんですけど、これ。まあ、なんかね、ゲーム内が快適になりますよっていうことが書かれております。次に、クリエイティブトゥールズっていうとこですね。そこがクリエイティブの話なんですけど、ニューゲームモード、新しいゲームモードですね。まあ、おそらく、ハンティングか、あとね、ライジングスライムっていうあの、スライムクライムとか、スライムスクレーパーに使われるスライムが上がってくるやつね。どっちかやと思うんですけど、まあ、どっちかが追加される、ハンティングか、ライジングスライムね。ってことですね。で、ニューパワーアップ。ニューパワーアップが、新しいパワーアップなので、まあ、今やったらビーンボールあるじゃないですか。まあ、あれの新しい何かが追加される。まあ、透明ビーンもそうですね。その他に新しい何かが追加されます。次が、デストラクティブルオブジェクツ。デストラクティブルが破壊できるって意味ですね。で、オブジェクトがそのままオブジェクトですね。破壊できるなんかオブジェクトが来るっていうことで、まあ、なんか、今やったら手に持てるパンチとかがあるじゃないですか。あれで破壊できる壁とかがおそらく来ます。まあ、それかガイズ君が素手で殴って、破壊するとかもあるかもしれないし、まあ、強く衝突して、まあ、ハンマーとかパンチングで衝突して、穴開けたりすることができるオブジェクトが来るらしいです。
で、フィジックスオプション、フォアオブジェクツ。これがオブジェクトの物理オプションっていう意味ですね。まあ、これは元からね、あったんで、プニボーとかの当たりを強くしたりとか、まあ、それが増えるっていう感じかな。何個か。おそらく。まあ、それか新しいなんかそういうのが追加されるかですね。跳ねる強さが強くなったりとかですね。まあ、そういうことを言っております。さあ、残り2行まで来ました。この2つが、まあ、まず1つ目が、アディショナルデコレーションズ&オブジェクツ。これがデコレーションアイテムとオブジェクトの追加。まあ、オブジェクトにデコレーションできるステッカーとかそういうのやと思うんですけど、まあ、それか新しいかな？ステッカーって言ってないからね。まあ、新しいデコレーションアイテムが登場するのと、まあ、新しいオブジェクト、ブロックですね、パーツが追加されるっていうことですね、クリエイティブに。はい。めっちゃ声からできた。最後に、アディショナルカラーズ&バックグラウンド。これもアディショナルが追加ですね。で、カラーと背景が追加されます。まあ、ブロックのカラーのことを言ってるんですかね。ブロックのカラーと背景、ジャングルとかの背景がまた新しく追加されますっていうことですね。こちらが、まあ、右に今書いてある文が、8月の終わりまでにどっかで頑張って出しますよっていう内容でした。さらに、6月になるのか、その後になるのかわかんないんですけど、まあ夏ですね。これも夏っていう、まあ、広い意味で使われてるんですけど、まあ夏のどっかに、フォートナイトとフォールガイズのコラボみたいなのが来て、で、フォートナイトの方に、フォートナイトのクリエイティブに、なんかフォールガイズのパーツみたいなのがね、いっぱい追加されるみたいで、フォートナイトでフォールガイズを作れるっていうことになるらしいので、まあ、もしね、そのアップデート来たら、作ってみてください。フォートナイトでフォールガイズを。どんな感じになるのかわかんないですけど。まあ、それも、どっかで来るっていうことですね。はい、以上でした。まあ、いろいろね、アップデートが来るっていうことで、まあ、楽しみではあるんですけど、みんながね、気になってる。まあ、これね、噂程度の噂っても思うしかないんですけど、モバイル版とかね、あと、ランクマッチこそ噂やと思うんやけど、まあ、ランクマッチ、とかまあそこら辺予想やったり噂やったりするんですけど来るっていうね。まあそれがね、多分この中に入ってないので、少なくとも8月末までにはどっちも来ないと思う自分は。モバイル版もランクマッチも。しかもランクマッチに関しては、もうほんまに噂っていう噂なんで、来ないんじゃないかなって思うんですけど。まあ、モバイル版とかもね、もしかしたら来るかもしれないんですけど、まあ、これはなんかね、予想でなんかその、一番最初の画面にね、会社いっぱい並べてあるじゃないですか、スタート画面に。まあ、それがモバイル版に関係してる会社が何個かあるみたいな、予想を立ててる人がいたりしたんですけど、まあ、それもわかんないですね、実際にはね。おそらく8月末に、末までには来ないのかなっていう感じはします。モバイル版はもしかしたら来るかなって思ったりするんですけど、まあ、ランクマッチに関しては一生来ないんじゃないかなって自分は思ってます。まあそこら辺ね、みんな気になってるところやと思うけど、まあもしかしたら来るかもしれんし来ないかもしれん。まあおそらく8月末ではないっていう感じですね。やっと思います。はい。ということで今日はこんな感じで、まあ6月のアップデート、まあもうすぐですね、4日後のアップデートと、まあ、多分7月か8月どっちかになると思うんですけど、7月8月のアップデートの内容を話していきました。はい。ということで今日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。